国際大会のメンバーはどうかな。二神は選ばれるかな。馬場は当然。二神も選ばれたな。エース徳山もだぜ。みんな頑張ってこいよ。絶対俺が MVP 取るぜ。楽しみだな。なんか弱そうだけど大丈夫かな。大丈夫大丈夫。さあ結果発表のお時間。どうだったかな。2位か。でも前評判的には頑張ったな。ババ4番か。なんでやー。 MVP は二神ではなくババ。さあどうだ。あまあホームラン打って活躍したならよし。徳山。残念。秋の県大会オーダーを発表するよ。1番ショート田中、2番レフト、ジミー。3番セカンド、鈴木。4番ファースト、ヤンキー。5番センター、松本。6番ライト、伊達。7番サード、長谷川。8番キャッチャー、北田。9番ピッチャー、伊藤。ベンチ入りのメンバー。2年生ピッチャー、庄司。2年生ピッチャー、朝比奈。2年生ピッチャー、吉田。1年生内野手、麻生。1年生内野手、山田。一年生内野手、板谷。一年生内野手、星野。二年生外野手、大道。一年生外野手、野口。総合戦力は、C。エースは一年生の伊藤。やばくなったらすぐ二年生投手陣を投入していくぜ。さあ新チームの初陣だ。ショートの田中は左投げだけどいいな。大谷だって最初は二刀流なんて無理だと言われてたんだ。これからは左利きのショートが出てきてもおかしくないだろ。まあ圧倒的犯でしかないけど、それを補えるほどのスーパー選手ならありえるかもだけど。試合は初回。オージミーのホームランで先制だ。ジミーは新チームでもしっかりチームを引っ張ってもらうぜ。モズレ1点先制、1対0。素晴らしい一発をベンチも祝福。その後3点を追加し6回。伊藤打たれ始めたな。南点差を2点に縮めました。これもタイムリーだ。伊藤はここまでだな。泉タイムリーヒット。朝比奈チュアーンよろしく。今日2番手としてます。さあ朝比奈ちゃんで流れを止めれるか。外のボール。ジョマ朝比奈ちゃん。ライトバックホーム。安田いいバッティングを見せました。大丈夫だよね。流し打ち。これは内野ゴロ。オッケー。自らベースを踏んで3アウト。ちょっとヒヤヒヤしたぜ。続く6回。ホームランドスラムだ。松本よくやった。これで一気に差を広げたぜ。さあチームメイトからも祝福を受けます。続く7回。さらに伸びていく。さよなら来た。キャッチャー北田のホームランでコールドか。ただ初ホームランがさよならホームランになってよかったな。打線はいい感じだな。投手陣はまだわからない感じだな。1回戦を見事勝利、2回戦進出を決めました。伊藤は球数が多かったな。伊藤は経過観察だな。
さあ2回戦だ。正直前の世代と比較して、まだまだ信用ならないからな。特に投手陣は2年生投手陣含めまだ未知数だからな。観客に見送られて守りに散りました。先発メンバーはご覧の通り、機動力の高いチームに鍛えられています。試合は1点リードの5回、伊藤に代えて代打大道。ここからは継投か。大道はレギュラーの能力だけど、相手の代打枠。ここぞのところで使う感じね。どうだ？入ったー。大道しっかり仕事したな。いやー代打で絶対打つマン大道。新チームでも期待してるからな。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。さらにジニーもタイムリー。ほんと打線は元気だぜ。ホームイン、二塁ランナーホームイン。おっとこれはいい当たりだ。伸びた、伸びていった。これも入った。松本今日も打ったか。4番のヤンキーはさっぱりだけど、5番の松本はすげえ活躍してるな。チームメイトが迎えます。確信ホームランでさよなら。いやーほんと打線はいい感じだな。4番のヤンキーが打たなくても他が打つからな。ヤンキーの覚醒はいつになるかな。これで地区大会進出やで。突破です。鈴木素晴らしい一発で見事さよなら勝利です。2回戦を見事勝利しました。伊藤は今日は無失点。鈴木プルヒッターゲット。鈴木ナイス。さあ地区大会だ。相手のレベルも上がるからな。心配な投手陣がどこまで通用するか。1塁側モズレー、3塁側ツル。観客に見送られて守りに散りました。ご覧のスターティングオーダー。シーカー守備が非常に鍛えられています。モズレー先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面でバッターは1年生ヤンキーズ。肩強いな。ピッチャーは野中。スタミナ低いぜ。投手はそこまでないな。ヤンキー初ホームランかもん。第9初球来ました。粘るぜ。右へどんどんと切れていきます。打ちました。これはダメか。そのままベースに入ってスリーアウト。ヤンキーはまだ冷凍中。先制された。モズレー同点。さあ同点のチャンス。ただ打てよう。痛烈なグリーンセンターバック。超えた。回れ回れ。まずは同点。とりあえず同点。これで2打数の1安打。あんここで伊藤か。タイム。ちょま、交代。ここで一気に叩くぜ。早くも代打大道の切り札を切ったか。投手は2年生でつなぐから問題なし。頼むぜ代打で絶対打つマン大道。最高や。いやーマジで代打で絶対打つマンだな。眠いの采配もピシャリだったで。大道は相手の代打待機だからな。さらに1点を追加し7回。おいおいおい、勝利飛翔か。これで1点差だぞ。やっぱり課題は投手陣か。思わぬところで一発を浴びました。チームメイトが迎えます。ワンアウトランナー二塁という場。庄司大丈夫か。うん、帰るか。
ピッチャー朝比奈チュアン、庄司お疲れさん。朝比奈今日3番鶴大蔵投入です。石井2さあワンアウト二塁のピンチ。朝比奈チュアン信じているよ。ランナー釘付け。これで2アウト。ランナーは2塁か。今日当たってるな。ライトへのフライだ。オッケー。朝比奈チュアンよく抑えてくれたぜ。変わったか。右のモズレーに。下に当たり。左中間のフライ。左中間のピッタツー。おー帰ってきた。ナイスラン。さらにチャンスを広げるもヤンキーは相変わらず。ヤンキーダメだな。悪い流れが伝染し、朝比奈チュアンが失点。これでまた1点差か。その後伊達が自動でホームランを打ち、最後は吉田が締めてギリギリ勝利。いやーほんとギリギリの戦いだったな。2年生投手陣もいまいちだな。最後の吉田以外みんな失点したな。さああと一つ勝てば全国大会と春の選抜だぜ。投手陣が不安なだけに野手陣には頑張って点を取ってもらいたい。観客に見送られて守りに散りました。さあ2回戦プレイボールです。いいか。右のエジリマウ1回の裏モズレー攻撃に入ります。戦力チェック。大砲田中肩は弱いな。かわしか。ナックルボーラーか。かなりバランスいい能力だな。こっちがエースか。ほんとだ。リリーフもいいな。田中受けよう。第9位来ました。ライト前進。いい当たりの正面。これでワンアウト。ランナーはありません。0対0で迎える3。伊藤立ち上がりは OK。 打ちました。左中間のフライ掴みました。これもダメか。これで2アウト。ランナーありません。あーん先制されたか。モズレー同点のチャンスでヤンキー。ヤンキーそろそろ打て。いい当たりは出てるんだけどな。まあ最低限。ピッチャーから一塁送球。アウト。モズレー。正直ヤンキーより頼りになる5番松本。まさに裏4番松本。抜けたー。全身守備してる分抜けてくれたな。やっぱり松本は頼りになるぜ。ワンアウトランナー一塁三塁。下位打線だけどチャンス拡大。一球見ろ。ちょいタンマ。総力しいか。ここは自重しよう。なんか来たー。山田もうけもうけ。さあ長谷川最低限頼むぜ。ランナー動けず。これで2アウト。ただもう1点欲しいぞ。打ちました。当たり少ない。ショートこれは守備入らない。アウト。残念。3アウトチェンジ。4回の裏が終わりました。まあとりあえず楽天だ。
モズレーリードで向く田中そろそろ出てくり。ああ持ち前のファイトが全面パッシュレーキッズボールを掴んだショートから一塁送球アウトです。一塁はアウト。モズレー同点のピンチやばいよやばいよ。84球かあ。ラッキーボーイの本領を発揮することができるか。もう一つ一塁アウト。モズレーなおもピンチが続きます。ここで当たってる5番ここで交代だ。伊藤お疲れさん。交番正直苦しい場面だが頼んだ。逆転のピンチで登板です。こいつ当たってるからな。敬遠だ。ふわここで敬遠。塁を埋めたらワンチャンゲッツーもあるからな。大丈夫かな。満塁のピンチで迎えるバッターここは万全の体勢で臨むぞ。伝令だ。麻生ちゃんに担いでてもらえ。マウンドに選手が集まっています。さあ庄司お前の力見せてみろ。むちゃくちゃしたれ。これどうだ。取りました。ランナー止まった。よしよし。あっと取れない。これで2アウト。ランナーはフルベース変わりません。さあ2アウトだ。バッター集中。これは内野ゴロ。よし一塁送球抑えた。庄司よく抑えた。采配もうまくいったな。あー代打ホームランか。モズレ苦しい。庄司踏ん張ってくり。初球を打ちました。これはタッチアップか。アーセカンドも進まれてる。モズレーなおもピンチが続きます。ここで4番か。オッケー庄司粘りのピッチング。早くも後続を三振に切って取りました。7回の表が終わって2対2です。同点で迎えるな。さあピンチの後にチャンスあり。盗塁は無理か。ただ繋いでくり。さあ持ち前のファイトが前面に出てきました。初球あかん。ショートバウンドボールを取った。二塁フォースアウト。一塁はセーフ。一塁はセーフ。併殺失敗。ここは代打だな。代打大道。ここで大道か。代打は大道。チャンスじゃないけどここは勝負だ。大道大きいの頼むぜ。超えたー。チャンス拡大。二塁回って三塁へ。大道ナイスバッティングです。モズレーここで強前線の田中。さすがにここは頼むぞ。こいつもナックルか。これ帰ってこれるか。うわまさかのエラー。走れ走れー。大道遅すぎはロタ。モズレーなおもチャンスが続いています。バッターは2年生ジミー。さあもらったチャンスだ。取れるだけここで取りたいぞ。これで2点差。モズレーさらに1点追加。ジミータイムリー。モズレーなおもチャンス。鈴木もつなげ。次がヤンキーだからな。もう1点ここで欲しい。また来たー。野生の魔物タソナイスアシスト。もう完全に流れはこっちだぜ。抜けたー。おいおいセンターやらかしまくってるな。悪いプレイは続くからな。さあもう点は取った。
好きに打っていいぞ。うん、このヤンキーの扱い。知ってた。ヤンキーを。うちの真の4番は松本だから。裏番長松本。二塁タッチセーブ。ダメか。三橋一塁踏んでアウト。まあ4点あれば逃げ切れるでしょ。裏番終わりまして。裏番追う展開で。吉田バッター集中で。さあ調子を上げてくるか。おい。痛烈伸びた伸びていった。吉田を。でもまだ2点あるから。卓球は無情にもスタンドへ。ストライクを取りに行ったところを狙われました。素晴らしい一発をベンチも祝福。モズレリード来ました。押し押し。センターからサードへ。三遊間の当たり。キッズ取った。最低限。モズレなおもチャンスが続いています。バッターはピッチャー。吉田お疲れさん。代打ソウチュアン。伝令でカスを入れてピンチをしのいだソウちゃん。初ヒット初タイムリーかもん。持ち前の強心臓が力を発揮するのか。オッケー。初ヒット初タイムリーおめでたし。モズレ1点入りました。麻生タイムリーヒット。モズレなおもチャンスが続きます。さあここで田中。田中いい加減打たんかい。お、さらに伸びていく。田中来たー。ようやく打ったか。これはダメ押しのスリーランだぜ。さあチームメイトからも祝福を受けます。吉田、あとは朝比奈チュアンに締めてもらうのみ。朝比奈ちゃんテンパあるし、自分のピッチングを。まずはワンアウト。こらこら。セカンドのエラーが記録されます。バッターは2年タイム。あ、察し知ってた。さあここは守備を変えてくるようです。朝比奈チュアン気を取り直していこう。ファーストゴロゲッツーになるか。ワンアウト。ワンアウトランナー二塁にか。バッターは2年生山田。オッケー。あと一人。しっかり守備緩め。あらら。破ぶきー。なんか今日野生の魔物多層はバレだな。今まで味方だった野生の魔物多層がえったな。よし勝ったでー。おい、いや、野生の魔物だぞ。これまさかの露骨な調整で負けるとかじゃないよな。さすがにあとワンアウトだから。おお、勝ったでー。最後まで野生の魔物多層はバレだったな。向こうは失点につながったけど、こっちは失点しなかったでー。全国大会までに投手力をさらに磨かないとな。田中もプルヒッターになったか。野生の魔物たそが大暴れだったけど、しっかり全国大会と春の選抜出場を決めた。投手陣が不安だけどどうなるかな。続く。